この写真は車内で撮影されたものなんですね。一見すると心霊写真には見えないんですけれども、一番右端の女性の背後を見てください。顔を隠した状態の子供の幽霊が現れているんです。女性の椅子の陰に隠れるようにして出てきているという大変不気味な写真なんです。この子供はここに住み着いているのでしょうか、それとも女性について回っているのでしょうか。出ている場所からして多分後者だと思われます。この写真は高校の教室で撮影をされました。2人の男子学生がふざけた様子で写真に収まっているんですね。左側の男性を向かって右の耳付近を見てください。その部分に幽霊の目玉が現れているんです。その目が非常にはっきりとしています。私は以前も言ったことがあるんですが、幽霊が映っている場合、だいたい瞳孔がなくて目が空洞のものがほとんどなんですね。ここまではっきりと映っているということは、動物霊が人間の首をしている、または生き霊の可能性があります。とても良くない写真だと思われます。心霊写真の一つとして、被写体の顔だけが黒くなっている、歪んでいる、潰れているというものが結構な数あるんですね。私も今まで多くを紹介してきました。これもまたそうした一枚なんです。男女が楽しそうにしているんですけれども、男性の顔が不自然に潰れているんです。特にですね、目と鼻がおかしなことになっているんですね。これは首から上の怪我などを警告する場合が多いとのことなんです。気をつけた方がいいですね。これは戦後の昭和時代に撮影されたものなんです。観光地に出かけて撮ったのでしょう。男性たちが楽しそうにしていますね。ベンチの後ろを見てください。男性たちを見ている2体の犬の幽霊が現れているんです。そして彼らの様子を隠れながら見ているのが分かりますね。左側は生まれたばかりの赤ちゃんのようにも見えるんです。どうしてここに現れたのでしょう。この写真はバスの中で撮影した集合写真です。みんなで旅行に行った時に撮影をされたのでしょう。一見すると何の変哲もない不自然なところはないように見えますが、左の窓ガラスを見てください。家姿の男性が写っているんです。これは幽霊というよりは未来を予言した写真と言われているんですね。この家の男性はここに写っている男性ととてもよく似ているということなんです。そしてこの男性は後日交通事故で亡くなってしまったそうです。もしかしたら事故死を表した予言したものなのかもしれません。はい、この写真は遊園地で遊具に乗っているところを撮影したものなんです。私は過去にも遊園地、アミューズメント施設、それらで撮影された心霊写真をとても多く紹介しているんですね。写りやすいスポットの一つだと思われます。右側の少年の顔を見てください。不自然に見えますね。ここを拡大してみると、なんと少年の顔を掴んでいる手が写っていました。見方によっては男性の横顔が重なっているようにも見えるんですね。どちらにしろ不気味な写真です。こういう場所には多くの成仏できない霊体が徘徊しているのでしょう。
この写真は昭和時代のものなんです。母と祖母で子供にご飯をあげている場面を撮影したとてもほのぼのした写真なんですね。しかし母親の腕の下を見てください。口を開けた状態の子供の幽霊が出てきているんです。おそらく僕にもご飯をちょうだいと口を開けているものだと思われます。とても悲しい雰囲気がする写真ですね。子供の霊体はこの家族に関係しているものなのでしょうか。これは子供たちの夏休みに撮影された写真なんです。どこかのお宅にお呼ばれされたのでしょうか。とても楽しい雰囲気なんですね。しかし一番左の男の子を見てください。後ろに影がありますね。そしてその影の中に目が出ているのがわかります。その目はカメラ目線になっているんですね。おそらくなんですけれども、この影の中に幽霊が潜んでいたのではないでしょうか。とても不気味な写真なんです。今まで数多くの心霊写真を見てきましたが、こういうのは初めてです。この写真は子どもたちが神社で遊んでいる場面を撮影したものなんですね。全体的にもやが出ていて、とても不気味な写真になっているんです。中央からやや左寄りの奥の方を見てください。ここにですね、指をくわえた赤ちゃんの幽霊が出てきているんです。羨ましそうに子どもたちが遊んでいるのを見ているんですね。なかなか成仏できないのでしょう。このもやもこの赤ちゃんが走っているんだと思います。あまり良くない写真です。